お店の春限定いちご祭り、選べなくて全部頼んじゃった。もうあんまりからかわないでよ。ふう、練習値褒めたって何も出ないですよ。ばあちゃんが作ったフキノトウの天ぷら、大人の味だった。私基本めんどくさがりだからさ、無理はしねえんだよ。新緑の季節っていいよな。葉が色づいて盆栽たちも喜んでるよ。は？かわいいとか言うな。ばあちゃんのご飯めっちゃうまいんだぞ。うらやましいだろ。スタジオ近くの花水木、色が鮮やかで綺麗なんです。春は生徒会も大忙しで目が回りそうです。春は生徒会の読書好きです。ライトノベルから純文学まで何でも。ホットミルク。春は暖かくてネットゲームをやるときはあこちゃんに助けてもらってます。私ピアノ歴は結構長いんです。よく見る緑の鳥、ウグイスじゃなくてメジロなの。花より団子なんて言うけど、ハロハピは花より笑顔って感じです。花より団子、こう見えてテニス部なんです。マリト運動は得意だよ。私のバイトは着ぐるみ着て風船配りするんだよ。結構大変なんだよ。人生何事もほどほどがいいよね。春はパレオ好みの可愛らしいアイテムがいっぱいなんです。今日のメイクはどうですか？可愛くなってます？今日のメイクはどう？次のライブではどんなパフォーマンスをしようかな。あ、そろそろチュチュ様におやつをお届けしなくては。あ、そろそろ、そろそろ今日のメイクはどうですか？パスパレは可愛いだけじゃなく芯がある大好きなバンドです。また同じところで間違えちゃった。軒先にできたツバメの巣、商店街のみんなで見守ってるんです。七草がゆって素朴な味わいで結構好きなんですよね。もっともっと上手になるな。七草がゆって素朴な味わいで結構好きな。お店に飾ってあるガーベラ、春を感じられて大好きです。ちゃんとかっこよくないとね。バレオもとっても嬉しいです。
はどうかな。素敵な思い出作りましょうね。バレエもとっても